エドゥアルト・フィッシャーエドゥアルト・フィッシャーは、スイスの特に菌類学の分野で重要な植物学者である。ベルンで、ベルン大学の植物学教授、ルービッヒ・フィッシャーの息子に生まれた。ベルン大学で学び、1883年に、博士号を得た。菌類学者、アントン・ド・バリーやベルリン大学で学んだ後、ベルン大学の講師となり、1893年に、準教授、 1897年から1933年まで植物学教授、植物園の園長を務めた。植物園長の時代の1906年にオレンジ園、ヤシ栽培場などの充実を図った。1910年から1911年にはベルン大学の学長を務めた。中部ヨーロッパの死亡金や短死金に関する多くのモノグラフを執筆した。 アンサー・ジャグセフスキーなどの金額者に影響を与えた。ベルン大学でフィッシャーの指導した学生には、リディア・ラビノビッチ、エルンスト・アルベルト・ゴーマンらがいる。1932年に、ロンドンディンレ協会の会員に選ばれた。息子のクルトフォン・フィッシャーはピアニストになった。アミガサ・タケカの俗名、フィッシャーらに懸命されている。E ・フィッシュは、 植物の学名で命名者を示す場合に、エドアルト・フィッシャーを示すのに使われる。ありがとうございます。